20分ぐらい喋ってたのですがえー、ちょっと話す方向性が違ってたなとんで、えー、スーパーサンクスとかのギフトとかのやつのちなみ、ね、高い側か何て言ってるか高い側のババアで言うとえー、その送ると送ってねライ生放送の時も金額が表示されたりとかね名前が表示さ 送った人は名前が表示されるとか、だけじゃなくて金額が表示されるだけでもなんか見るからね、配信してる人と見てる人とかね、見るので、その時点だけでも価値があるって、ババアが言ってるやつ。これが高い川のやつ。で、高いのかよくわからない、なんかカン観三郎が死んでから来たのが、これね、ほん、本当にいいものなら価値があるって言ってるこっちの方だと。 か昔の VTuber とか超面白かったからああいうやつなら価値があるとかね本当にいいやつなら価値があるやつならってやつんーまあこれだけのやつかでこういうね公明について喋るのかその価値があるから送るのギフトとか送るのではなくてそのギフトがどれだけね 集まったかっていうのをステータスにしてるっていうかそういうのが放送者の魅力となってるみたいなそういう感じの方向性でやってるやつがあってやつ、ね、に対して良くないって言ってるのがあるけどこれはね高い側ではないんです。で今回ねあのー、まあこっちで言う方がんで私のチャンネルのやつで白、まあ、さんがねんー 昨日なのか今日なのかスーパーサンクスは2万円ぐらいくれたってさ、このね説明はね前喋ったやつでね喋ってるのでそれをねこのあと動画でね合わせていくのでそっちで、えーね、話を聞いていただけたらどういうやつだったかなってわかると思うんですけど、えー、そっちの方がねうるさいのあったんであうるさいの終わったんですよね白さん白さんのスーパーサンクスでうるさいの終わったんですね うんで前の私のね書いたやつではあ超お重いっていうか怒りまくってる佐野をいなくさす形に私がアナリストのでそこまでのやつはねスーパーサンクスって怒ってるのに言ったんです。うん でね、今日もいっぱい白さんのねすスサノオが来てスーパーサンクスの私を見てスーパーサンクス来たって私がねその見てから見てから白さんからのスサノオいっぱい来てなんかうるさくて前の通り前の通りまたうるさくてですね早くコメントをかけてねうーんええ返,返事はしないといけないか パターンののやつなのから早早早く早く早くっってずっとうるさい前の,前の時もねうるさかったんですけど今回もうるさくてでねこのうるさいのねやなんか前シロさんが日蓮親がなんか日蓮のやつの、ね、とこって言って私もまあ日蓮正宗のやつにて似てて日蓮ってねやろうと思ったことはもう早くやらないとってもすごいんですね。 で、このすさのほうが早く早くってなるのも、その日蓮が影響しているのもあるのかなと思うのもあって。で、こ返事はしないとダメなんだろうなってやつだけど、インターネット上の技で、これね、勝手にコメントを書かれるのは別にそこまででもないんですよね。エネルギーがものすごいやばい人でなかったら。だけど、コメント書かれたやつに、 変身って形でね、私がコメント返すとかでインターネット上のわざか残って、かなり濃くね、残るんですね。変身した時の私の感じとか、ね。変身した時、相手のそのコメントのエネルギーと、私、変身した時の私のエネルギーが混ざって超残り続けて、ちょっとね、これ、鬱陶しいんですね。変身した時のか、 何回も思い出す感じになったりとか、頭から逃れられない系のやつ、鬱陶しくて、だから、過去ね、返信系でコメント書いたのは全部消したんですね。だけど、返信じゃない形でコメント書いたやつとかは残してたかな。で、あともう全部もう遡ってんで、消しまくるのも疲れるってやつでも途中でやめたんですけど、で私ね、エネルギーが超濃くなる頃があって、うーんー、でもないかあ。あ、あるか、やっぱあるか。 その頃のはね、消しまくったんですけど、それ以前はあんまり消してなかった。消さないようにしました。で、なので、うんこの返事も、やっぱね、スーパーサンクスのと、で、この返事もスーパーサンクスのところで返事しないと、気づけないだろうなとかも思ったなあったんですけど、 でもそのわざか発動するのは今まで味わってきたから絶対嫌だから、返事って形で書きたくなくて、でも新規で書くのもなって、新規でコメント書いて、私ね、コメント書くのはね、自分のチャンネルでやめたいんですね。捨て赤で、もし、あ、本当に YouTube はね、あの、そんなんやってないですか自分で自営の込みとかやってないですかやっぱり、ん昔の、 IP ありでしょ。IP でね、ネットゲーやってたところで IP でね、サブとかばらされたことあったので、本アカとサブばらされたことあったので、だから YouTube はもうちゃんとやってるので、そういう形になるのもめんどくさいだろうなってやつで、自演とかも何もやってないで、えー、で、話が。で、そのシロさんに返事どうしようかなってやつで。 うーん、とりあえず、ちょうどね、その気づいた時に新しい動画を上げようとしてたので、バウンティーラッシュのやつ、ここの動画説明欄にでも書いとけばいいかなってやつ、もし見るかなって。で、ね、スーパーサンクスの後であ、スーパーサンクス見てくれたかなとかね、気になると思うので、新しい動画も見ようと思うかなと思って、その説明欄のやつも見るかなとか思って、で、説明欄のところに、まあ、そのね、見ましたってやつ。 スーパーサンクス見ましたって書いてでそれを書くと白さんのスサノウがなんかもう消えたんですよねうるさかったのが消えたってやつでねふみ2つぐらいいたかな2つぐらいめっちゃこういうの白いいつもの白いスサノウと白じゃないスサノウのやつ茶色とうんまあこういう髪の色みたいなのまたあったやつ結構こういうのもねスタノウの色なんですけど で、早くね、返事をかけてうるさくって、その、説明欄のところに書いていなくなって、ただ一つだけ残ってる方がいて、残ったっていうか、後から来たスサの方がいて、白さんのやつ。なんか言ったけどずっとわかんないけど、何なん,なんだろう。その後の白さんについて何か書いてほしいのかなとか、まあそういうで、その、なんかね、他にも言ったね。他にも言って。で、そっちでは、もうね、 私側でやろうとしたのか、その、怒ってたそのをいなくさすってやつでし、シロさんとのやつはって出会わせてね、あったから、そっちのやつで、ずーっとなんか練習していくやつではないって私側に言うのはあって、それはやめとこうと思って、ちょっとうるさいの来そうなのでってやつ。で、で、残ってるこのシロさんの菅なのは何,の何を言ってんだろうって、ちょっとね、伝わりにくくでで、ババアが、もうこれでいいかってやつだね。 もうこれでいいかってやつのその方が効いてるって私に言ってるみたいな感じでの私が私側のババアが返還して伝え,伝えてきてえいいかって言われてもこのスーパーサンクスのやつは,は私が欲しいって言ってるんじゃなくて。 なんで怒らないんだって怒らないんだ怒らないんだって怒ってるのがいて私ではないけどあれは何なのと逆に聞き返す感じのやつをずっとやってたんですけどこれもキリがなくてで私がので勝手に喋る系のやつが「えー、大丈夫,終わ,大丈夫終わった大丈夫終わった」みたいな感じで言って白さんの残ってたのもいなくなったってやつでうんでねこれにね ちょ,ちょっとね、今回の白さに来たのと、昔の私の例子と今の私ちゃんと、ね、精度が違うので、ちょっとね、これスーパーサンクス欲しいで言ってるんじゃないですか。別になこれはね、なくてもいいんですよ。こっちの方だと言わないので。で、あのね、いなくさしたやつはさすがにね、スーパーサン,サンクスなんか怒ら,らないといけないってやつが起こるのにいたので、でね、この、 レージ系のやつとかもやるので、サポートしてるのいるって言ったでしょ。ああいうやつでね、あっちがやったからかもしれない。あれは高いかっていうか、ね、神社系のやつのエかのスサノウだったのか。で、それでなんか、あのね、エかのスサノウはあの会社から来たので、あの会社は結構ただ働きをみんなしてたところなのでってやつで、そんなんでさらに味わわせるみたいなやつをさしたくないみたいなやつで怒ってたのかもしれないですけど。 あのね白さんのレースのやつも私が勝手に言ってやたやつなのでってやつでね別にスーパーサンクスとかもらおうとしてなかったのでともあるけどやっぱ怒る側がずっといたのでってやつでまあねその頃の私がねうるさいのがいたからってまあ,ありますけどそういうのがいたからなんか出会わせた感じもあるかもしれなくて出会わした感じもあってで勝手に連れてきたんですけどで うーんでまあとりあえず、ま、ちゃんと何か言いときだなってこの練習のやつ言えてなかったやつのシロさんの,あの怒ってその、まあ、ちゃんとコメント書いたって言ってるけどいそのね書いた時の記憶なくなってるのと私,私があのコメント消しまくったので確かめることもできなくてええー 恋愛を起こしてるスサノオのやつだったってやつでなんか許さないと思ったことあったんでしょうねシロさんのやつで喋りの内容なのか言い方なのかってやつでそういうスサノオね来る時あるそういうスサノオね使う言葉があってこれねシロさんが私にねコメント書いてた時もあったんですけどなんかねそのスサノオが好む,好む言葉ってあってなんとかなのだがみたいなやつかな あれ私も書くときあるんですけどあれ来られるとあのね喋り方やめることできないんですよ。こうやってああやってちょっと上から自分は上なんだってやっとね喋り方をやって相手にねこれね相手にねいい神社の神がいる場合とかと,とか高い川がいる場合があってそういう存在に言うとめちゃねめちゃなんかたたられるっていうかこれでね許,許さないスサのオが来るのがあるんですよね。で相手にいいスサのオがい,いた場合とかのやつだと。 で、絶対許せないみたいになってこれは私にもな、ね、いそういうのがスサの方がいたってやつの対処を私のババアのやつでやったって、ま、ねあそういうやつも言ったんですけどもうね動画であったんですけど私もねそういうのあったのでで、絶対タタルのスサの方がいてでシロさんにも同じのがいてでシロさんのをそのねタタルのを、ね、いなくさせた,たってやつですね私があの その後ねいなくさせてくれたので楽になったってあるんですけどで私もそのたたるスサノオだけじゃなくていいスサノオとか一緒にただ生活するスサノオとかゲームする時に来るスサノオとかいっぱいいてだってシロさんもねいっぱいいてその後そのたたるスサノオがいなくなった後もスサノオがいてって言ったらねでずっと一緒に生きてるんだろうなだけどね思想 白さんね、前はね、超白いスサノオ来たって言って、まだその白いスサノオいるんですけど、ちょっとエネルギーがね、あんま綺麗じゃなくなってきたなってやつと、あと他のスサノオのやつでも、なんか、なんかお重くなったなってやつだ。重くなるってやつはね、 うーん重い人が家にいるとなんかね家のもの全部重くなるんですねこれを太陽に当てると重いのなくなっていくんですねだから結構太陽に家のものとかカーテンとか全部開けたり窓を開けたりとかねとかであと、えー、外に出してみるとかこの夏をね夏の時出すとね消滅になっちゃうんですけど。 うーんでね、スサノオと日蓮ってやつで、あ、これ以上言うとなんかまたうるさいのるずって、スーパーサンクス系うるさいのるずってやめとくか。まあ、これ、やめとくか。で、これで、まあ、それも私もね、結構同じ,同じなので、で私の場合、どうやったら、なんかね、軽くなったかとかね、あの動画とかで過去言ってたので、それを見,見たら、私と同じやり方をやったらね、 うーん軽くなるんだろうなって思いのがもともと重いんじゃなくて家の中でそういう感じに変わったってやつがあってそのねやればで最終的にはねうーん前から言って神社よりも上の存在がいるってやつってこのすさのをうーんなんか VIP 待遇するとかそういうのではなくてうーん。 いいなが言ってるのかまあ言えるっちゃ言いますけどでもねまあ一緒に生きていくものならので,ですね人格形成とかにおいてねだちょっと重いっちゃ重いんですけど。